この人がプロになれるんだから俺もなれるでしょうみたいな。相手の顔にパンチして相手の目を見えなくさせてボールをもらいに行け。もう俺は今贅沢なことをしてるよ。俺はミシャサッカーをまたしてさ、羨ましい、ね。自分の人生に影響を与えたサッカー人トップ3。松崎監督かな、高校の監督。この人がいなかったらサッカーやってないかな。なんか思い出す言葉みたいなの。言葉っつうのはないんだけど、でもやっぱり存在、あの時松田近志っていう存在がいたから、同じ宮崎出身でこの人がプロになれるんだから俺もなれるでしょうみたいな。俺のただ負けず嫌いよ。近志だって相当うまかったじゃん、あの時。いやめちゃくちゃうまかったよ。だよ、そう、チューンとか食べたもんね。だってね、この人がなれるんだったら俺もなれるだろうって。同じ高校だからさ、こんなやつに負けるわけねえよって言って、俺も頑張るしかねえよって。でそれでなんか気合が入ったみたいな感じだからさ。いや、もし近志がいなかったらサッカー選手になってないかもしんない。ああ、かもしんないね、本当に。でもその褒章の先生の葉っぱの描き方もうまかったってことで、ね、近志さんとその松崎監督のこの2人はプロに行きたいっていう、この2人の存在はやっぱ 大きかったよね。この2人は絶対もう 1,2,3 のこの 1,2 に絶対入る。まあ、一番最初だからな、しかもな。うん、そう、一番最初だから。あとはもうミシャ。あったかいもんね、あの人。サッカー以外のところでも学ぶとこってあったの、ミシャから。いや、だから俺はもう監督とか別になりたいとか思ってなかったけど、あの人ってさ、どんだけ相手のことなんか気にしないじゃん。だから例えばさ、今さ、よくさ、チームでさ、こういうなんかつけてさ、うん、どんだけ走ったかとか、こう確認するけどさ、で、あの人今でも言うんだけど、こんなの関係ない、こんなつけなくていい。大事な時に動けばいい、みたいな。結果を残せればそっちの方が大事だみたいな、ちゃんとした時に動けばいいっていう、この考えって俺はすごい、俺もそう思うのよ。たかがこう13キロ走ったからお前は走ってるからいいって思われるのは俺は違うと思うのよ。一言一言言うことが俺とすごいなんか、あ、まあ、俺もそう思うって思うのよ、ミッチャの。俺もそう本当に、うん、まあミッチャは俺もトップ3に入るな。え、チュンと聞きたい、誰の？やっぱうちのパパだよね、父。ああ、親か。うちの親はもう教え方がすごいよ、とにかく。ほんと本質的だから、相手がこうやっていて、背負うときに、相手の顔にパンチして、相手の目を見えなくさせてボールをもらいに行けっていう。だから、そういう教えだから、昔から。親父もサッカーしてたん？サッカー選手。そう、ディフェンダーだから、お前なんて、後ろからもう削って、アキレス腱切ったら終わりなんだから、あんな打ったら終わるぞ、みたいな。だから、うちの親は入ってくるよね。あと、ミシャも入ってくるし、言うなれば長澤哲さんかな。まあ本当たくさんいるけどね。今京都のコーチで、元東京のコーチやってる、うん、サテライトの時に、まあ、俺をずっと助けてくれたみたいな、うん、下手くそな俺でも終わった後30分から1時間ずっと2人でボール止めて蹴るだけなんだサッカーはみたいな、入れた人だから、うん、井戸を掘ってくれた人だから。チューンとかどうすんの、引退したら。何する決めてない。サッカーはしない。サッカーに携わりながら何かする。いや、コーチ、現場ではやんないってことね。現場はちょっと考えてないけど、臨時コーチみたいなのやりたい、ストライカーの。あー、ここまで来たら夢追い続けるしかないでしょ、大きくなるっていう。でも俺は今贅沢なことをしてるよ、俺は、うん、ミシャサッカーをまたしてさ、羨ましい、ね、シンジさんがいて。あー、そうそうそう、サッカー感が入ってくるわけじゃん、うん、でもね、やっぱりね、ミシャのとこでやりたいと思ってやるじゃん、やっぱり欲が出んのよ。チュンとか無糖とかいればなみたいな。だからチュンとか無糖みたいなやつを育てようとしてんのよ、自分って。うんうんうん、いや、こうなったらこういう風に動くんだぞとか、まあなかなかできないよね。まあな、確かにな、うん、難しいな。